さあ、今日はこれから、今6時10分、高瀬ダムに来ました。今から水晶の小屋目指して、1日目行きたいと思います。それから、4連休なんで、これから4日間かけて、北アルプスの縦走を行いたいと思います。1日目は、黒部ダムの方に、行きたいと思います。はい。その後、最終立山の方かなエリアに、向かうと、まあ、天気のこともあるんで、臨機応変に対応していきたいと思います。では行ってきます。行ってきます。今回の黒部ダムに行きます。行きます。あ、ここね。あ、ちゃうかい。雲の平。行くんか、雲の平。いつ雲の平行くことだった。緊張くなってきたね。トマトは蒸し来るよ。ブルベリー待てんねん。ちょっと風きついな。いや、野口五郎、野口五郎でございます。はい、着いたぞ。開いてみよう。やってると思います。はい、ちょっと荷物置いて休憩しようか。はい、いい天気。風きついな。なんと裏銀座待望の、この前は表銀座で、裏銀座ジュースをコース今から行きます。頑張って行きましょう。行きましょう。裏銀座が飛んでる。
ませんお疲れ様。はい。お疲れ様でした。お疲れ様。ありがとうございました。
なんとか、水晶から着きました。だいぶオーバーしちゃったけど、まあ、今頑張ったよ。はい、今日の日程終了です。お疲れ様でした。